しも明日オペが終わっても。はい、あ、新聞の勧誘です。あ、新聞、あ、僕最近引っ越してきたとこだったからちょうどよかったわ。え、どこの新聞？佐藤新聞です。佐藤新聞？佐藤新聞です。聞いたことないね。あ、はい、僕個人でやってる新聞でして。個人でやってる新聞ってどういうこと？はい、僕がや、あの、手書きで書いて皆さんにお配りしてます。あー、そんなことできるんだ、新聞って。個人で売れんの？あ、そうですね、結構僕朝早いんで、もうなんか朝早く起きてババーとこうスマートニュースとかそのスマホでネットニュース見て、で面白いなと思った記事をバーって連絡ノートに手書きで書いて、でこの契約してくれた方に連絡ノートを渡ししてるって感じですね。はい。あー、その、あ、そうなんだ、それ新聞なの？あ、新聞ですね。まあ、一応連絡ノートになるんですけど、その連絡ノートって何？あ、連絡ノートってあの、小学校の時にあの、ね、親と先生がお連絡するやダメなノートですね。ああ、それに書いてんの？なんで？あ、新聞紙はちょっと入手できないんで、まあ、連絡ノートでいいかなと思って。まあ、まあ連絡ノート、だから、次の日、朝は私するんで、また夕方に返してもらって、でまた、という感じで、本当に連絡ノートみたいになっちゃいますけど、まあ、そこはご愛嬌ということで、はい。いりますか？あ、いらないね。あ、そうですか。今だったら、その、嗅覚のクーポンとかあげれるんですけど、あー、いらないね。あ、これいりますか？あ、これチューペットです。あ、チューペットいらない。チューペットはもうラジオ体操とかだから、チューペットあげるのはしかも半分だし。あ、そうですね、半分個ということで。あ、なし味ですけど、あ、いらない。あ、そうですね。あ、じゃあいいですか、新聞は。あ、いいわ。じゃあ、あ、僕、あのですね、別にですね、個人でそのスマートフォンも販売してまして。あ、個人でスマートフォン販売できんの？はい、僕がちょっと手作りのスマートフォンがあるんですけど、どうですか？あー、いいわ。どんな言葉で今あなたに伝えられるだろう。チャンネルの登録はちゃんとあなたに届くように。明日が見えなくなって信じることが怖くなって、過去を悔やんでは責めたりもしたけれど、僕を愛し続けてくれた人。もしも明日世界が終わっても会えない日々が続いたとしても、僕はずっとあなたを思うよ。あの日僕にくれたあなたの笑顔が生きる力と勇気をくれたんだ。星が見えない孤独な夜でもあなたがいる、ただそれだけで強くなれる。目が合えば笑って一緒にいれば楽しくて、共に過ごしたチャンネルはかけがえのないものだった。向かい風が冷たくて忘れてしまいそうになるけど、通り過ぎてきた何気ない日々の中に僕らの幸せは確かにあった。もしも明けない夜の中で一人静かに泣いているのなら、あなたが僕を信じてくれたように、次は僕がその手を強く握るから。傷つくことから逃げていたこの心を動かすのは弱さを見せないあなたが初めて見せた涙。いつか僕に話してくれたあなたが描いた未来の
いられるように、あなたがいることでどんな明日も歩いて行ける光になるから、星が見えない孤独な夜でも信じられる、僕らまたここでチャンネル登録を。